ザビーナ・フォン・ブランデンブルク・アンスバッハは、ドイツのブランデンブルク選帝公、ヨハン・ゲオルクの二番目の妻。ブランデンブルク・アンスバッハ編教博・ゲオルクと、その二番目の妻でミュンスター・ベルク・エールス公、カール一世の娘であるヘイトビヒの間の第二子、次女として生まれた。ママ母のエミーリア・フォン・ザクセンによって、福音派新徒として育てられた。百四十八年二月十二日に、 アンスバッハにおいて、本家筋のブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクと結婚した。ヨハンゲオルクの戦災、ゾフィアは、ザビーナとは、十姉妹同士だった。結婚に先立ち、ザビーナは、アンスバッハ公領の相続権を放棄している。ザビーナには、婚主として、プラウエンの城と町とが与えられた。しかし当時のプラウエンは、抵当に入っていたため、税収が入らず、 ザビーナは12000グルデンの花嫁持参金の保証として、シュパンダウの修道飲料を譲られている。ザビーナは選定後成主夫人となってから23年間、次息子のヨアヒム・フリードリヒと自分の産んだ娘たちを養育しながら、ビトシュトック郊外のチェヒリン城で暮らした。ザビーナは、火星運営の能力に優れ、チェヒリン城の財政を健全化させた。 1571年に夫が選定校くらいに着くと選定校婦人として宗教政策に大きな影響力を及ぼし多くの教会や学校の支援者となった。また病人や貧者の救済にも熱心で旧帝時のレオンハルト・トゥルナイスサートも信仰を持った。1575年に死去しベルリン大聖堂に葬られた。ヨハンゲオルクは1577年に エリーザベト・フォンアン・ハルトを5歳に迎えた。ありがとうございます。